はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、初めの一歩ファイティングソロの動画撮ろうと思います。ってことでね、ちょっと日付が変わってからね、開いたらね、伊達さんが出てきたんですが、伊達さん、リカルド戦出てたのにその後あるんかっていうね。これもしかして星6伊達来るんじゃない違うかグッバイエイジ伊達されたところの、私たち最後まで見ているわ。あなたの姿を。おーっとーこれはうわーこれ、おーかっ、おーマジで来たかっけーうわーチャンピオンケンタマは2体まで編成できるように。マジで一歩まだ引けてないのに伊達さん来ちゃう？うわー、マジか。あ、バトンタッチ。なるほど。そういうね。で、なんで無音なの？ちょっと一体ホームに戻ろう。伊達さん来たね。心臓が執念、王者伊達エイジ、めっちゃ欲しい、これ。魂で戦う。一歩より欲しいかもしれん。魂が消えても。マジかー。この桶から這い出して。はい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 。貴様に勝つ。これはまずいな。伊達さんめっちゃ欲しいんだけど。うわーうわーマジかこれは欲しいぞあ、ちなみにね、今ね、あの風雲釣り船幕の内セカンドっていうね、ちょっとクソ命を俺にくれクソイベが来てるんだけど、イベントとかどうでもいいわ、これ。あの、伊達さん欲しいです。ちょっと、石ないよ、今。ちょ、無料分、引こう。ちょっとこっちから引こう、落ち着いて。まあ、こっちにはね、星よく入ってないんですが、まぁ、あ、ちょっとね、引いてみましょう。装備ガチャも引いて、そこからね、ちょっと、伊達さん、伊達さん欲しいよあ、すごい。これが、チャンピオンの拳の重さだ。あ、すごい。チャンピオンの拳の重さだ。はい、じゃあ引きましょう。ちょっとね、無料分で来い。もうね、一歩も来てないんだからね、頼むよ、本当。さあ、とりあえず星5以上が何かある。おし、いっぱいある。さあ、もう2回。うーそうですか。まあまあまあ、木村とね、マシバはいいんだけどね。ラッシュモード、あ、2500。2回は引けない。もう1回だけ行こう。頼む、もうそろそろチャンピオンケンタマ俺も欲しい。伊達さんでも一歩でもいいけど、伊達さんのはちょっと欲しいかもしれない。あー、うっそ、それはダメだ、引かなきゃよかった。ちくしょう、ギリギリ足りない。はい、ということで、今回は、執念王者伊達エイジがね、新たな星6ケンタマ、チャンピオンケンタマとしてね、登場しましたということで、いや、早く星6欲しいな、チャンピオンケンタマ、一歩も伊達さんも。はい、という感じでね、まあ、今回はちょっと弾けなかったですが、まあ、そのうちね、弾けることを祈って、コツコツね、続けていこうと思います。ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ。